車両ナンバー905954、森下赤坂向かいます。タクシー構えたちの、タクシー、ヘイタクシー、ヘイタクシー。どうも、かまいたちの濱家です。山内です。毎度ご乗車ありがとうございます。元東京無線の森下です。さあ始まりました、かまいたちのヘイタクシー。我々かまいたちが実際に車に乗り込んで東京のいろんな場所から放送しようという番組です。はい。さあ今日は自由が丘に来ております。自由が丘の説明ですが、東急東横線で渋谷駅からも近く、住みたい街ランキングなどでいつも上位にランクインしている街です。都内随一のおしゃれエリアで、有名パティシエが手掛ける洋菓子店が多く、スイーツ激戦区として知られております。ワンルーム平均8万円、 1LDK15.5万円ということになります。さあちょっと歩いてみましょう。はい、大阪おる時から知ってたで、自由が丘という名前は聞いたことあるよね。目黒区やんな。目黒区です。目黒区自由が丘、あいみょんが好きって言ってたよ。なんか言ってたの、自由が丘タモリクラブに一緒に出させてもらった時に言ってた。そうそう。あ、確かにお金持ちそうな家ばっかりやな。あれやね、マンションっていうより持ち家多い ね。一軒家が多い。さあさあさあ、スイーツなんやな自由が丘は。そうですね。スシローはあ、だからスシローみたいなお寿司屋さんは、スシローみたいなお寿司屋さんに行く意味わかんないから、こっち渡っときます。渡っときますか。学生が多い町でもある。そんなことない。そう、学生が来るんじゃないですか。あ、大阪で例えてほしいです。大阪だとピンとくるから。中崎町とかですかね。はい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 。ええ町やな。グルメもあって、ちょっとおしゃれな家具屋さんとかもあって。なるほど。中崎町やん。ピンときた。ありました。じゃあうまいつけ麺屋もある？いや、ある。中崎町やったら。いや、あ、そこまでそのシンクロはしてないと思うんですけど。麺寺とか近い？あ、そういう麺寺とか。宮田麺寺近い？いやいや、シンクロはしてない。哲司さんのスーツ盗んだのお前？車上荒らしで。車上荒らし。いや、違います。あかんで。森下に似た人物が逃げてったみたいな。いや、僕じゃない。走り去る途中にアンって言ってた。かまいたちのフォークのメーターを振り切る山内と、それをハンドリングする濱家がアクセル全開で喋り倒して、クラクションより大きい声、放送ギリギリのブレーキ、ハザードランプのように存在をアピールして、タクシーを絡めすぎてる。ヘイタクシー。かまいたちのヘイタクシー。この番組はごまの申請他各社の提供でお送りします。ねえ、あれ食べた？あれって何よ。美味しくて健康にいいってテレビでやってた、すりごまとアーモンドのやつ。そうそう、朝食やスイーツのトッピングに最高なの。あれ名前なんだっけな。グラッツェアーモンドすりごま。それな。違います。申請クラッシュアーモンドすりごま大好評発売中。マキタスポーツです。TBS ラジオ公演オトネタ6、4月21日金曜、草月ホールで開催します。チケットは各プレイガイドで販売中。詳しくは 050-5211-6077 ホットスタッフプロモーションまでお問い合わせください。始まる始まるヘイタクシー、始まる始まるヘイモリシー、今からかまいたちが喋るんだ。みんなが聞いたことないようなラジオを聞かせてあげようかな。さあ、そんなにうまくいくかどうかわからないけど、志だけは高く持ってるよ。今からかまいたちが喋るんだ。どこに行くの、森氏、スイーツ。あ、ちょっとここの駅前のところの、はい、ちょっとマカロンが結構人気なんで。マカロン。マカロン。はい、はい、そうです。どうも。ありがとうございます。どうも。よし、ここ入っていいの？はい。あ、お願いします。あ、お願いします。お店のお名前聞いていいですか？あ、ダロワイユ十ヶ丘本店でございます。ダロワイユ。ダロワイユです。ダロワイユ。はい。このお店のおすすめなんですか？あ、そうですね、一番人気はやはりマカロンが一番人気でございます。はい、ちょっといろいろなんか見て買わせてもらっていいですか？あ、はい、あ、ぜひぜひ。お邪魔します。あ、はい、いらっしゃいませ。なんかもうおじさんになってからめっちゃ甘いもん食うようになったからさ。こちらもう注文はおぎゅっとオランジェで。え、ぎゅっとオランジェで、はい、チョコレートで。はい、はい、チョコレートで。チョコレートで。何何何て何て何て
エギエットオランジュ。エギエットオランジュ。何をエギエットオランジュって。オレンジコーティングしたやつ。はい、チョコレートなんですけれども、はい、オレンジピールをあのチョコレートでコーティングしたもの。それ俺一番好きなやつ。いや違う、マカロンに入れてくれてあるから。それ見もせんと、ね、なんて。俺は塩トリュフパン売ってるよ。あ、パンもそうですね。パンも売ってる。エギエットオランジェ。ありがとうございます。あとお寿司って置いてます。お寿司置いてないです。申し訳ございません。スシローじゃないです。マカロンもすごい種類あるで、いっぱい。 ありがとうございます。だいたい常時、そうです、17種類から20種類ぐらい、はい、ございまして。おすすめをちょっと教えてほしいですね。あ、はい、一番人気は、はい、あのアマオでございます。アマオ、はい、アマオは本当にダントツ人気のお味になってます。はい、定番のお味ですね。アマオね、はい、じゃあアマオとタルト、タルトタタン。タルトタン、はい、タルトタタン、ありがとうございます。あとアナナス、ピスターシュもお願いします。ケーキ美味しそう。ケーキうまそうやな。あ、バイキングもあるんですね。あ、バイキングも、はい、毎日開催させていただいています。すごい、はい、でも今日予約状況も満席。満席、人気のあれなんですね、やっぱね。僕じゃあトロワショコラにしよう。あ、ありがとうございます。トロワショコラとフロマージュフレにします。いくね。あれチーズですか。あ、チーズでございます。オッケー、じゃあトロワショコラとフロマージュフレ。あ、はい、かしこまりました。うわ、モンブランも食べようかな。モンブランって結構ストロングスタイルなモンブランですか。あ、そうですね、お味も結構あのしっかりとしてますので、中があの生クリームとあとローストしたあのアーモンドが入っているんですけれども、モンブランも食べます。食感も、はい、パンもあんだよ。お寿司してます。お寿司はやってないです。お寿司の口やめ。ミルクフランスある、やば。あ、はい、ミルクフランス買います。ありがとうございます。ホットの紅茶。あ、はい、かしこまりました。飲み物いらない。シャンパーニュダロワイユ。シャンパーもあります。シャンパー飲むな、シャンパー。ありがとうございます。飲み物もある。 お寿司はありません。うるさい。お寿司ない。寿司ロ違うんですよ。お寿司ないんだ。食べ放題に下のケーキ全く一緒なんですか。そうですね、ほぼそうです。え、あ、ほんまや。同じアイテムが並んで、めっちゃラッキーじゃないですか。いわゆる食べ放題っぽいケーキじゃないケーキを食べ放題やから。そうだね。な、すごいな。はい、ミルクフランスパン来ました。残り全部私です。ありがとうございます。めちゃめちゃ美味しそう。グラスシャンパンもいただいていいですか。グラスシャンパン飲むな。お願いします。お一つで、すいません。カバさんマネージャー、グラスシャンパン濱家が頼みました。ダメです。ん、ダメです。明確な理由がないやん。ダメな。次この後仕事あるんで、もう一個。それ明確な理由がないやん、あかんって。明確な理由、仕事があるから。明確な理由を今言ってるやん。いただきます。いただきます。いただきます。ちょっとじゃあ私、これ何でしたっけ、チョコの。トロワショコラでございます。トロワショコラいただきます。はい、はい、あ、どうぞどうぞ。うますぎ。ありがとうございます。マジうまい。ありがとうございます。じゃあ私はミルクフランスパン合格です。何やねん。当たり前よ、店頭並んでんねんから。非常に美味しい。あ、よかったです。パンも毎日お店で焼いているので、はい、クリームが美味しいです。ありがとうございます。いや、ちょっと俺もチョコケーキはもう全部今食べたから。あ、ありがとうございます。次モンブランに移行してます、はい、うま。あ、ありがとうございます。うん、しっかり栗。そうですね、はい、結構濃いと思いますね。はい、でそれにこの紅茶を。紅茶じゃない、飲んでるな。濱家、濱家ちゃうわ。かばせは見て見て、なんか飲んでないよ。飲んだ形跡あるやろ。やめてくださいって言いましたよね。19年こうやってきてんねん。もういいんですけど。別にいいんですか、濱家さんは。いいんですか。やばい、俺の両親と喋ってる。俺を通り越して俺の両親と直接喋ってる。やめときます。はい、すいません。うますぎる。こんな贅沢なことないよ、別々の種類いっぱい食べるって。だってケーキバイキング3600円。うん、これはうまいよ、山内さん。そのチーズのやつめっちゃうまい。あ、ありがとうございます。なんとかフレ。あ、はい、フロマージュフレ。フロマージュフレ。はい。マジで完食していってる、濱家。え、うん、3つのケーキ完食余裕。今日晩ご飯抜くやろな。お前パン食って紅茶飲んで、お前。ただ飯食いに来てるやないか。
スイーツ食べる、スイーツを。だいぶお腹いっぱいになった。おいお前マカロンおすすめされて言ってないオランジェかなんか頼んで、うん、あれシャンパン減ってますね。どうぞ飲んでください。もう全部いいなら私はもう知りません。うちの奥さんと同じ怒り方してるとあなたがいいんだ。俺に、俺の両親に問いかけてくる。あの会議かなんかで上がったんこの議題が。急に今日厳しなってるけど。美味しかったですケーキ。良かったです、ありがとうございます。見てマジでちゃんと3皿ペロリ。すごい余裕でペロリです。あまお、うまい。あ、ありがとうございます。ケーキ3つとマカロン1ついって、ちゃくちゃく打てる。いやありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと持って帰っていただきます。いえいえ、もう腹パンパンですわ。でもありがとうございます。これありがとうございます。お願いします。トゥクトゥン。さあ2軒目ね。はい、自由が丘ロールのお店。はい、自由が丘ロール屋さん。はい、え名前が、はい、自由が丘ロール屋。すごいな、すごい名前や。ちょっと入りましょうか。はい、いいかな、行きましょう。失礼します。どうもお邪魔しま す。すいません、お邪魔します。自由が丘ロール屋さん。はい、そうです。お邪魔します。よろしくお願いします。あ、ロールケーキ屋さんですか。そうですね、ロールケーキ専門店になります。めちゃめちゃうまそうやねんけど。ありがとうございます。いや、バンバン売り切れてる。テイクアウト専門のお店です。そうですね、テイクアウト専門になります。どれぐらいやってらっしゃるお店なんですか。今年で21年になります。もう長21年。すごいな。店長ですか。あ、そうです、私責任者になります。へえ、ちょっともらっていこう。じゃあ どれがおすすめ。ロールケーキにこんなパターンあるんですか。そうです、ロールケーキ専門店なのでいろいろな種類でバリエーションを増やしてます。説明していただいていいですか。6パターンあるよ今。はい、はい、一番オーソドックスなこちら自由が丘ロールというものなんですけども、あのスポンジとクレームパティシエール と、はい、クレームシャンティと2層のクリームを巻いたクリームになります。クリーム、あ、はい、ロールケーキになります。ロールケーキ、こちらは、はい、こちらルーローフレジェといいまして、今年の新作になるんですけれども。まだ新作出してるんですね。新作出しております。すごいな。21年やってまだ。こちらムースリーヌというクリームに、旬のイチゴとフランボワーズのコンシチュールを一緒に巻いております。へえ、すごいね。21年もやったらもう新作なんか出なさそうやけど。そう、一応毎月新しいのを毎月あの出すようにはしております。やばっ。で、旬のフルーツとかも取り入れて、あとバリエーションを増やしてやってます。めっちゃ若手やん。若手ロールケーキ屋さん嫌がってるでしょ。もうちょっと勘弁してください言うて。すげえてるなって言うてんねやろな。このあと4つは、そう、4つはこちらのいちごのロールなんですけども、はい、シンプルにあの自由が丘ロールの生地にそうですね、いちごと当店で作ってる自家製のいちごのコンシチュールを一緒に混ぜ込んで巻いております、うんうん、でこのチョコレートですか、はい、これはこちらも実は新作なんですまだあの今月出たばっかりのものなんですけども、ホレノワールというもので、はい、ホレノワールというお菓子があるんですけども、はい、そちらをロールケーキに変換してと言いますか、はい、という形で出したものですね。うん、さくらんぼのお酒のキルシというものを使ったちょっと大人っぽい、ほうほうほう、ビターなチョコレートのロールケーキ。あ、いいですね。この瀬とかのロール、はい、こちらはあの柑橘の種類なんですけれども、ね、あの柑橘の大トロと言われている瀬とかを、瀬とかうまいですよね。はいはい、甘いね。そうです、ジューシーで甘くて、はい、美味しい、あの瀬とかを使ったあのロールケーキになります。うまそうやわ。で最後にこちらもいちごの商品なんですけれども、はいはい、キュイエルというちょっと高温でサクッと焼き上げた生地で、はい、あのこちらもいちごといちごのジャムを巻いてるんですけれども、生地が違います。これはさすがに新作じゃないですよね。一応こちら昨年も出してたんですけども、ちょっと形を変えてちょっとリニューアルして出しております。すごいな、攻めてるな。取り憑かれたお店です。ちなみにお寿司って置いてます。なんでまだ寿司を無事になってんねん。お寿司は残念ながら置かへんねん。守りに入ってますね。何がバリバリ攻めてるやん。寿司置くの攻めじゃないから。お作るってだけやん。ずれずれ。お寿司屋さんちなみに2軒先にあります。あ、そうですか。2軒先ですか。寿司並んでたらずれやから。じゃあちょっとそれいただいて帰っていいですか。はい、かしこまりました。テイクアウト専門店なんですね、はい、めっちゃうまそう。これは嬉しいわ。すごいっす。あとビールってないですよ。おい、なんでまだ飲むの。カバサファなんか言うてるで。何がなんかビールないですかって聞いてたで今。ないやん、まず。いいですよ、もう、はい、飲みましょう。もう逆に煽るパターン。逆に煽るパターンが入ってる。
段階経て怒ってる女の人の怒り方で一番怖いやつやいいですよ、はいはい、飲みましょう、もう怖い怖い顔して世の人間の中で一番怖い目してるキングダムのランビ博みたいな目してる強戦士ほんまありがとうございます、お邪魔しました、いただきます、ありがとうございます、ペイペイも取り扱いございます、あ素晴らしいありがとうございました、電子マネー助かります、これはうまいぞ、あ自由が丘ロール屋さんの、あ責任者の方、若い、あ広報の広報、すごい方なんですね、この辻口さんっていう人が、そうですね、自由が丘には4軒お店があります、え、はい、4軒、はい、お店、自由が丘に4軒、すごい、辻口さんこの写真置いてらっしゃ、置いてくれてますけどね、はい、世界初のロールケーキ専門店、世界初ロールケーキだけ専門店っていうのが、はいはい、そうなの、はい、ごめんね、どうぞ、いいよ、ごめんね、バイバイ、バイバ、ちょっとこのロールケーキは時間までなんで、ちょっと車の方で、はいよ、なるほど、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、トゥクトゥクトゥン、ちょっとさ、はい、ロールケーキ今買って車内に来たけど、はい、来ました、ちょっとドラフトしよっか、6つあるから、はい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 、どれ食べたい、あの硬いやつ、外側カリカリ、あそう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 、俺もそれがええな、カバさんは、カバさんも食う、はい、どれがいい、外側カリカリのじゃあちゃうけよな、それが高速しりとりでもええよ、ノータイムしりとり、ノータイムね、うん、ノータイムいいや、最初はグー、じゃんけんほい、パーでした、俺チョキ、はい、じゃあ濱家順番どうする、俺山内カバさんでしょうか、はい、いきます、はい、車、マスク、靴、爪、メス、好き、キュス、スイカ、カラス、スズメ、メダカ、カス、はい、濱家濱家止まりました、女の子がしりとりでカスって言ったら世界初じゃん、はい、カス、中澤と山内の対決な、はい、もっと高速でいこう、じゃあ私からいいですか、カスの巣、巣、寿司、死ぬ、ぬか、カメ、メモ、元トマト、ちょっと待って、元ってあり、元ってありね、え元ってだってさ、あの物じゃないや、名詞じゃなくない、大体名詞じゃない、形容詞なしな、名詞のみな、うん、いやそれ普通じゃない、いやそれは仕切り直してまた、はい、元の塔から、トマト、トシ、シカ、カメ、メッキ、金魚、ヨハ、箸、雪よ、ちょっと最後なんて、え、なんて、箸に対して雪よ、箸雪よ、どういうこと、特例、いや特例じゃないよ、特例のやつないよ、奇跡的に箸雪よになったから特例とかないんで、はい、川さんの勝ち、はい、ありがとうございます、じゃあカリカリのやつ食べていいよ、いただきます、感想、じゃあ食レポお任せすわ、はい、どうぞ、いただきます、はい、食べたかったな、それ、うん、カリカリの、うまい、うまい、めっちゃいいですね、これどんな感じの風味、ロールケーキ専門店初めてらしいね、世界で、うん、次はしか、いやいやいや、もう一回仕切り直しよ、俺買ってたやん、これ今まで言ったのはリセット、まあそうね、リセット紹介、リセット、いやリセットじゃない、リセットじゃないのむずいぜ、ほな先行私、はい、行きます、はい、カモメ、メール、ルビー、犬、えルビー、ルビーでいい、ルビーはいいやろ、みんなびっくりしたと思う、ルビーはいいやろ、ルビーで皆さんの意見一人ずつ、今ちなみにあなたが頭に思い浮かべてるルビーってあの宝石のルビーですか、はい、そうです、ルビーを振るとかのルビーじゃないですね、ルビーですね、ルビー、はい、わかりました、はい、モリシーはどう思いました、ルビーは次何で始めるんですか、いいです、僕は、はい、1票入りました、
島田さん、僕もいいね、ルビーいいですよね、はい、いいだと思いました。松田さん B、 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 E ではないです。 B、 B、 B 派、 B 派ね。内田さん、はい、僕も E ですね。 E で、川沢は B、 3対2で E です。で、イヌーなんで、でも高速しりとりなのにもう言ってないからもう負けです。いやいや、そんな止め方なしです。そんな決まんの？ネットで調べようか。じゃあそこまで文句言われんねやったら、ルビー、だってルビーってさ、うん、最後の文字何で終わってるっちゅう話。 B、 いや B じゃない。もうオフィシャルをちゃんと見てくれ。しりとりルビーの次、はい、ルビーの場合は次は B ですか E ですかって、ヤフーニュース知恵袋にある。いくで、はい、ルビーの次は、はい、まあだから3対2で俺の、どっちやねん、答えろ。ベストアンサー、ローカルルールはあるでしょうが最後の調音はないものとして、この場合は B とするのが一般的です。これがベストアンサーになってますね。しりとりの超音ルールですが、はいはい、超音を伸ばす前の音を取ってつないでいくメンバーなら、はい、バーを次の頭にする。でも、はい、一つ書いてあるのが、はい、何、あ、これはもう決定的ですね。何ですか？決定的です。いきますね、はい、ルビー、ビール、ルビー、ビールのループが始まってしまいます。始まらへん、始まらへんね。ルビー、どこが決定的？ルビーの場合、何にも分かってないやつが答えてるやつ、同じ言葉を使ってもかの場合、ルビー、ビール、ルビービールのループが始まってしまいます。言葉を使ってもかじゃないって書いてます。始まらないね。ルビービール、ルビービールのループが始まってしまいます。始まらへんのが全くっていうのがありますので、めちゃくちゃバカが2人、めっちゃバカ2人がやってる。こっちがこういう意見ありますので、いや、やりますのでじゃない。何、そんなバカな、イカカイ、イカカイのループが始まってしまいました。誰が言ったら納得する？じゃあ今から電話するわ、誰かに電話して、もうその一人が言ったことがもう完全な正解にしようぜ。じゃあ日野社長、トロヤの日野社長が、日野社長が言うことが絶対ない。じゃあ絶対 OK、 いいよ、そりゃそうよ、もうな、絶対犯行なしやで、犯行なしよ、そりゃ。はい、お疲れさんです。日野社長、お疲れ様です。この間単独ライブ来ていただいてありがとうございました。ああ、素晴らしかったね。ありがとうございます。日野社長、今、かまいたちのヘイタクシーで一つ、問題になっていることがありまして、山内と今、しりとりしてたんですよ。はいはいはい。で、山内がルビーって言ったんですよ。ルビー？はい。次の始まる文字何ですか？ B でしょ。はい、そうですよね、社長。何ですか？ルビーって言われたら、社長なんて言いますか？あれ、ルビーって言われたら次なんて言いますか？ルビーって言われたらいいやけど、はい、ルビーやったら B でしょ。そう、俺はルビーって言ったら、ってことは、広瀬社長、じゃあ B から始めなあかんってことですか？そうですね、B 玉とか。あ、B やん。B 玉、ビール。ビール、でも、ね、社長、ビールの場合は、ビール、ルビー、ビール、ルビーで、ループが始まってしまうんですよ。いやいや、一回言うたやつは向こうやから。そりゃそうや。ビール、ルビー、ビー玉。社長はだから、B、まんじゅしゃげ。え？まんじゅしゃげ。まんじゅしゃげ。まんじゅしゃげ。何ですかそれ。ゲイバー。え？芸人。うんついてるし。社長、社長は、社長はとりあえず B 派ですね。ルビーってその、ルビーっていうのか、ルビーっていうのかで違います。ルビーです。ルビーって言った場合は何から始まるんですか？ルビーって言ったら B ですよ。ってことは B 玉とかってことですか？B 玉。
ビールとか。ビールとか。ビッグカメラ、ビッグカメラはダメですね。じゃあ、B じゃないから。あ、ダメダメ。ビッグカメラはダメ。わかりました。ありがとうございます。社長すいません。ありがとうございました。はい、またね。はい、失礼しまーす。2文字やん、じゃあ。違うよ、2文字取ってるやん、社長は。だから、引き分けやな、これは。あ、疲れた。これはだからもういい分やな。もう引き分けや。ちゃうけどな。いや、日野社長が言うことが絶対にしたから。いや、まあまあね。そうやろ。で、皆さんも今後しっとりでルーピーが出たら、B を取ってください。B でも E でもなく B ですから。難しいね。ビッグカメラはあかんって言ってたからな。そういうこと。カモメ、メール、ルビー、犬。え？ルビーはいいやろ。木野先生、じゃあ B から始めなきゃってことですか。そうですね、B 玉とか。B じゃん。かまいたちの、かまいたちの偏差値。TBS ラジオ公演ウィントン・マルサリス・セプテット・イン・ジャパン2023 3月23日、24日は新宿文化センター大ホール、25日はサントリーホールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。 TBS ラジオ公演桂文珍大東京独演会、4月28日金曜日から30日日曜日の3日間、国立劇場小劇場で開催。お客様の声で演目が決まる大好評リクエスト寄せを今年も行います。日替わりで登場するゲストにもぜひご期待ください。チケットは全席指定税込5500円で、3月4日土曜日午前10時に発売です。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。かまいたちのヘイタクシー。この番組はごまの申請ほか各社の提供でお送りしました。エンディングでございます、はい、この番組は皆さんからメールを募集しております。今募集しているのは、滑っとるやないかい、俺はい、狙いはぁ、ド M じゃんのコーナーでございます。今言ったフレーズを、フレーズが含まれているエピソードを送って、どんどんメールください、はい、メールアドレスは kamatakuatmarktbs.co.jp kamataku@tbs.co.jp です、うん。ツイッターはハッシュタグかまたくひらがなで、かまカタカナでタグでつぶえていただければ我々もチェックします、はい。さあ、ということで、ロールケーキ食べたかったのに、もう喋りすぎて時間なくなったので、この後いただこう。いただきます。カバさん、美味しかったやな。めっちゃ美味しかったです。さすがロールケーキ専門店。疲れたな。疲れた。なんか最後一気。社長のルール聞いたことない。今度呼んで、あの人呼んでしりとりしよう。2文字取るから。だからレンタカーの場合は、カーカーセンター、カーセンサー、カーセンサーでもサーなるから、カーセンサーなんだ。サーサーチライト、サーチライト。だいぶだいぶむずいで、はい、ということで、はい、お相手はかまいたちの濱家と山内でした。前でご乗車ありがとうございました。はい、タクシー、これにて終わり。That's what we do, that's who we be. BLACKEYED to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass.TBS ラジオをお聞きの皆さん、藤原竜也です。僕がやっているレギュラー番組、スカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、舞台、映像、CM 撮影の裏話やプライベートの話など、休日感覚でゆるーくおしゃべりしている番組です。あなたのリラックスタイムにぜひ、スカイプレゼンツ藤原竜也のラジオ、毎週土曜日23時30分からぜひお聞きください。毎週日曜夜8時から放送のパラビプレゼンツ石橋貴明のゲートセブン、野球のありとあらゆる話を毎回テーマを設けて石橋貴明さんが深掘り、動画配信サービスパラビでも配信中です。日曜夜8時は石橋貴明のゲートセブン、ぜひ聞いてください。 90.5MHz TBS ラジオ。月曜夜9時30分より放送中のかまいたちのヘイタクシー、番組グッズは好評販売中。声を大にしてお知らせします。 T
10 o'clock! 10時です。Soprar muitos momentos vividos deixam marcas no olhar. O que você fez hoje pra poder mudar o mundo ao teu redor que em luta está?